どかなくていい。メガキンのおすすめゲーム。これから軽く対戦するつもりだった。これはゲームさ。でも、君が思っているよりようやく見つけた。君のような人間がこのゲームをダウンロード。まずは君の名前と性別。人は自分の内側か外側。君の悪魔。このゲームでは悪魔を召喚。そう、悪魔だ。君は悪魔のダウンローダーに。確かにいつまでも名乗らないんじゃ。俺のことはとりあえず俺の悪魔とちょっとスパーリングをして。大丈夫。ただの悪魔召喚アプリを使って実僕の悪魔たち。今周囲の風景が変わったろうが、人の目を気にせず戦えるってことさ。それより悪魔だ。その悪魔たちは AR キャラクターのように何らかのデバイスだな。確かにこの世界にその悪魔と共に。さ、まずはそれを確認。習うより慣れろさ。悪魔には簡単だろう。では どうかな。悪魔を使う気。悪魔を使った戦いの真髄は属性で弱点をつく。悪魔、それを念頭に目の前の敵を。それでは仕上げといこうか。君を本気で殺しに来る。さあ、この調子でいこう。さすがだね。
これでバトルのチュートリアルはあと少しだけ付き合ってくる。また少し強くなったみたいだ。今、新しい戦争が水面下で、それが邪悪な存在かどう、君たちはそいつを信奉する。その知的生命体、ベニタスには、信奉者だ、アコライツと呼ばれる。そのアコライツと戦うのが、詳しい話は仲間たちに。デビルダウンローダー、通称君と同じ悪魔を召喚する力を持ったも、場所はスマホの地図アプリにマークしておいた。秋葉原にあるシェアハウス、そこに向かってくる。今日も東京都内某所から動画をお届けします。今日は商品紹介するのとはちょっと違うやつやります。おかしなゲームが始まってるって話前も。まあ詳しいことはすぐにわかるよ、君らになら。それは奴らのゲームと俺たちのゲームの戦いだ。ゲームのルールを奴らに奪われるな。俺の言いたいことはそれだけ。はじめまして、君が新しい D2。 君一見まともそうだが冗談冗談。なんだよそのリアクション。リベレイターズとアコライツが戦って、俺らがリベレイターズ。そう、このシェアハウスこそリベレイターズの俺が支部長。 Understand? あなたはサバゲーの標的にちょうどいい顔をしていますね。勘違いしないでください。今のはその女の子は竜蔵寺リカ。リカのコードネームはテンプラドラゴン。私の夢はいつかテキサスの荒野に別荘、ビールを飲みながら適当に銃を撃つことです。変な女の子だが、これでも挨拶してるつもり。とにかく歓迎するよ。ようこそ。とりあえず俺たちのボス、そこの PC で通信できるからさ。
東京支部までたどり着いたよ。改めて歓迎しよう。リベレーターズへよ。まずは君にはいくつかの指令をこなしてもらう。指令、すなわち。オーダーは確認できたかな？オーダーを達成すれば悪魔合体。あら、まるでゲームのようだろう？そう、これ最初に言ったから。ゲームの流儀に従ってまずは軍アコライツとの戦いに必要なものだ。受け。それでは幸運。アコライツの悪しき目論。通信は終わったかい？オーケー。まあ悪魔とかぶっ飛んだ話ばかりでもういっぱいいっぱいって。続きは後日としよう。準備ができたら秋葉原。ただしそんなにのんびりもし、君が進むのは裏側の世界だ。仲間ゲットだ。どん。見てくれてセンキュー。今日の視聴者プレゼントだ。今だけ特別。